トーナメントを戦う場合、僕はこのレッドスプールのオリジナルと BF スペック、この2つの種類を使い分けることによって、コンディションに合わせてるっていう感じですね。まずオリジナルを使うのは、基本的にはオリジナルベースになります。全体の、そうですね、釣りの中で7割から8割ぐらいはこのオリジナルを使いますね。細い、フィネス、タックル、スピニングにしろ、ベイトにしろ、それはもちろんですけれども、巻物系のパワーフィッシング、果ては、20ポンド超えるようなカバーフィッシングや、あるいはビッグベイトゲーム、それはすべてこのオリジナルのラインであります。ではじゃあこの BF スペックはどういう時に使うかというと、まずはベイトフィネスですね。ベイトで、いわゆるフィネス系の釣りをする釣り、中心はだいたい8ポンドぐらい僕メイン使うことが多いんですけれども、それで、ネコリグを、カバーの中に入れたり、あるいはスモラバ、こういったものをカバーに入れて使うような時はこの BF スペックを使います。で、BF スペックは基本的にスピニングに使うことは僕ないですね。というのがやっぱりこのオリジナルはね、しなやかなんですね。スピニングの場合はどうしても糸揺れだとか、あるいは糸癖、それによって、投げるときにね、ラインが固まってブワッと出ちゃうようなトラブルがどうしても起きがちなんですけども、その時に何といっても威力を発揮するのは、レッドスプールのね、しなやかさなんですよね。いわゆる糸癖がつきにくく、プロロカーボンでありながら、非常にしなやかだっていうのは特徴なんですけども、それによってライントラブルも激減しますし、またキャストの時のね、ストレスも非常になくスムーズにルアーが飛んでくれるので、オリジナルのこのレッドスプールを使います。一方で、ベイトの釣りにはね、比較的このレッドスプールの BF スペックなんかがいいんですよ。ですからさっき言ったようにね、ベイトフィネス系の釣りはもちろんですけども、実はね、ベイトフィネスほどではないんですが、12ポンドまでのね、12ポンドのラインで、足際を狙ったりとかね、カバーを狙ったり、そういうようなことをするときはあるんですよね。それはこのレッドスプールのBF スペックを使いますね。あと同じようにベイトフィネスのリールになるんですけども、シャットですね、ソウルシャットとか、あるいはディービルシャット、このシャットをベイトで使うときはこの BF スペックを使います。だいたい8ポンドで使うことが多いんですけども、やっぱり8ポンドっていうとまだまだ細いラインですけども、どうしてもこう巻物ですからカバーに当てたりだとかね、あるいはキャストの回数も多かったりするんで、そういった意味で非常にラインにストレスがかかるような釣りなんですけども、そういった時に8ポンドの細さでありながら、非常にこう根ずれに強かったり、あるいは結節強度も強い、そういう特徴があるんで、このレッドスプールの BF スペックを巻物に使うと、そういう感じですね。このように今オリジナルと BF スペック、この2つのレッドスプールを使い分けることによって僕は全てのトーナメントを戦っています。皆さんこんにちは、ジャッカルレッドスプール BF スペックプロスタッフの澤目幸宏です。僕はこのレッドスプールの BF スペックを愛用して結構長いな。そのこのラインのとってもいいところっていうのは、フラローカーボンの強さですね。圧倒的な強さ、原種のも今もちろん素晴らしいところはあるんだけども、その強さとしなやかさと、水なじみ、この辺のトータル的なバランスでいうと、他社のフルオーカーボンをちょっとこう凌駕する一つワンランク上のね、使い勝手がこの BF スペックにはあるんですね。で、特にそのライトリグベイトフィネスで使っていきたい時にちょっと落としていきたいなっていうライン、ね、ラインのポンド数を1ランク落としてみたいなっていう時にも、信頼の強度がこのラインにはあるので、僕はもう絶対的な信頼をこのラインに持ってます。でラインのポンド数も12ポンドまであるので、おかっぱり、特にその岸から超ヘビーカバーを釣るっていうわけではなくて、さらっとしたテトラとか、レイダウンとか足とか12ポンドまであれば、大概のところは打って魚かけても取れるっていうのがいいところですね。この完全競技仕様っていうふうになってますけれども、その競技だけのラインということではなくて、よりいいものを皆さん長く使っていただいて、ああこれやっぱいいじゃないっていうのをこう
身をもって体感していただきたいっていうのが僕この申し上げたい一番のところなんですね。こちらのレッドスプール、僕はね、よくスピニングで4、5、6、まあ、この辺の多分ね、こう今時にしては少し太めの糸を使っているアングラーの一人かなと思うんですね。で、タックルとしてはアドレナの 264UL、 要はウルトラライトの柔らかいアクションのロッドにこのレッドスプールで、年間通してね、平均でいうと5ポンドで、冬とかストラクチャーが少ないところは4とか、サイトフィッシングが3とかまで落とすときはあるんだけれども、こう暑いシーズンとかね、カバーがたくさんあるようなシチュエーションなんかは6まで上げることが実はあるんですね。でも竿の番手は変わらない。でなぜかというと、限られた立ち位置で魚を釣っていくおかっぱり、まあ このね、この釣りがこうメインになることが僕自身はすごく多いんですね。でその時にやっぱりこう限られたタックルでランガンしていきたいっていう機動力と、一箇所で一つのルアーをオープンウォーターもしくはちょいカバー、あそこ美味しそうだけどライトライン不安だなっていうところも6ポンドまで実は上げてあげることによって、カバー際にね、こういったライトリグですね、まあ、これを落としていって、食わしていきやすいと。で、まあ、そういったカバーが絡めば多少糸が太かったとしても、カバーにこの糸の存在感を隠して使うということができるんですね。まあ、こういったワムワムとか、どうだろう、フリックシェイク、とかロングエムとか、まあまあ皆さんが大体頭の中で想像できるようないわゆるフィネスな、まあ、ライトリグですね。これをあえてワンランク太い糸を使って魚を引っ張ることができると。なおかつそこでね、レッドスプールすごい強度があるし、粘りもあるラインなので、ポンド数以上の、ね、信頼感を持って、僕は釣りしてます。レッドスプールレグナムについてご紹介していきます。まず、こちらのラインは 150m 巻きになってます。なので、リールに 75m ずつで2回巻いたりとか、50m ずつで3回巻いたりとか、まあ、そういう巻き方ができる、その小分けにして何回か使えるっていう、まあ、非常にお得なラインになっております。で、ラインの特徴としては張りのある素材、フロロカーボンになっております。なので、ちょっと固めのフロロが好きだよっていうお客さんなんかには非常におすすめの、フロロカーボンラインとなっております。僕が主に霞水系なんかで使っていく具体例としては、ワーミングの釣りなんかによく使わせていただいてます。やっぱりその伸びが少ない張りのあるラインっていうのが非常にワーミングと相性がいいので、まあ、このラインを使ってるんですけど、まあ、分かりやすく具体例で言うと、ヘビキャロをおかっぱりからその沖に向かって遠投するってなると、40m、50m飛ばした先で、当たりが出る場合なんかもあるので、まあ、そういった時に張りのある、伸びの少ないラインを使ってもらうと、手元にしっかりと当たりが伝わりやすくなったりするので、特にね、そういうおかっぱりなんかでは非常に、出しどころの多いラインとなっておりますので、おすすめです。